ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、20世紀を血と戦争で彩った、共産主義国の独裁者たちの末路をお届けしよう。共産主義って言うと、ソ連とか？中国や北朝鮮もだな。もちろん共産主義国すべてが独裁体制だったわけじゃないが、いくつかの国では、現在まで続くしくじりの遺産を残してしまったんだ。今後のためにも最後まで見させてもらうわ。それでは行くぜ。最初に紹介するのはムアンマル・アル・カッザーフィーだ。なんだか聞き慣れない名前ね。一体どんな人？これだと聞き慣れないかもしれないが、カダフィ大佐と聞けばわかるんじゃないか？ああ、それなら聞いたことあるわ。カダフィじゃなくてカッザーフィーが正しい発音だったのね。そうだな。ついでに言うと大佐というのもニックネームで、彼が敬愛するエジプトの、ガマール・アブブル・ナーセル大統領が陸軍大佐だったので、それに倣って呼ばれたというのが通説らしいぞ。ニックネームみたいなもんだったのね。そういうことだな。というわけで、今回の動画ではわかりやすいようにカダフィと呼ぶことにしよう。OK よ。さて、カダフィはリビアの軍人で革命家で政治家。そして社会主義人民リビアアラブ国の元首だった人物だ。1969年のリビア革命で政権を獲得して、2011年に至るまで長期にわたって独裁政権を維持したぜ。だが2011年のリビア内戦で政権は崩壊し、反カダフィ派の部隊によって命を落としたんだよ。ちなみに彼が独裁者となったのは27歳の頃で、反政王を掲げて42年間にもわたる長期政権を誇ったんだ。とんでもなく長いことリビアを支配していたのね。特徴的だったのは政王との徹底的な対決姿勢で、欧米や国連を鋭い口調で批判するところから、中東の強権とも揶揄されたんだぜ。いかつい顔にぴったりのあだ名だわ。それで、カダフィ大佐の最後はどんな様子だったの？実はカダフィ大佐の最後には謎が多いんだ。どういうことかしら？まずは経緯について説明しておこう。リビアの隣国チュニジアで起きたジャスミン革命の影響で、2011年2月に国内で大規模な反政府デモが発生する。ジャスミン革命って確か、SNS で話題になったわね。そうだったな。リビアでは2011年2月に反政府運動が起こり、やがてリビア内戦へと発展していく。それから半年後には、反カダフィ勢力であるリビア国民評議会によって、首都のトリポリが制圧され、カダフィは自身の居住区から撤退、政権は事実上崩壊してしまったんだよ。なかなか大変な事態だわ。ところがカダフィはそこから潜伏し、徹底抗戦する姿勢を見せた。なんだか泥沼化しそうな気配だけど、どうなったのかしら？それが意外にもそこからの展開は早かった。10月20日に国民評議会が、カダフィ勢力の最後の拠点スルトに攻撃を開始、1時間半ほどで制圧してしまったんだ。当時そこに潜伏していたカダフィは、数十台の車列で逃亡を試みるが、フランス空軍とアメリカ空軍により空爆を受ける。これを受けて彼は車列を離れたが、結局身柄を拘束されたんだよ。意外にもあっさりね。それじゃ生きたまま捕虜になったってこと？いや、この時点ではまだ生きていたんだが、その後負傷して命を落としてしまったぜ。この時の血まみれになった本人と思わしき映像や、携帯電話で撮影された映像を覚えている人も多いんじゃないか？上半身を裸にされ車で引き回される、カダフィらしき人物の映像が SNS で拡散されたからな。確かに見た気がするわ。こうして長い間リビアを支配した独裁者カダフィは、命を落としたんだ。話によると拘束された際には、撃つなとか、なんだ、何が起きているんだと話したり、反カダフィ勢力の兵士に囲まれると、息子たちよ、丸さないでくれと命乞いしたと伝えられたぜ。また恥を知れ、お前らは罪を犯している。恥知らずどもめ、こんなことが許されるのか、神が許さないとも発言したと報道されたんだよ。聞き迫る雰囲気ね。それから遺体は一般公開され、砂漠地帯に秘密裏に埋葬されたんだ。これが彼が亡くなった経緯なわけだが、実はいくつかの謎が残されたぜ。どういう謎か教えてもらえる？カダフィが亡くなったこと自体については、検視や DNA 鑑定が行われ、遺体が公開されたため確実だった。ただしその経緯について、関係者の間で主張が食い違っていたんだ。特に意図的に丸買いされたという主張も出てきていて、もしこれが事実であればカダフィは捕虜なのに処刑されたことになる。そこを明らかにするため国際連合では、カダフィがなぜ亡くなったかの調査を行うことが発表されたんだぜ。それでは、調査の結果浮かんできたいくつかの説を紹介していこう。わかったわ。一つ目は銃撃戦の末の丸暴説。NATO の空爆を受け、カダフィは車列を離れて排水管に隠れたが、発見され身柄を拘束された。そしてトラックで護送しようとしたところカダフィ勢力、反カダフィ勢力の間で銃撃戦が始まり、巻き込まれたカダフィは頭部に銃撃を受けた。そして病院に搬送されたが、到着する数分前に亡くなったというものだ。リアルにありえそうな説ね。二つ目は護衛による狙撃説。
反カダフィ勢力の兵士が証言した話で、カダフィの護衛が胸を狙撃したというんだ。つまり裏切られたことになるのかしら？そうだろうな。そして三つ目は民兵による処刑説。反カダフィ勢力のサナド・サデク・ウレイビと名乗る兵士が、YouTube に投稿した動画がある。女性や子供と移動中のカダフィを見つけて捕獲。だが連行先について兵士同士で揉めたため、ある兵士がその場で2発銃撃し、カダフィは30分後に亡くなったとされているぞ。まさに諸説入り乱れた状態だわ。真実が明らかになるといいわね。続いて紹介するのはニコライ・チャウシェスクだ。ニコライ・チャウシェスクは、ルーマニア社会主義共和国大統領でルーマニア共産党書記長、そして国家評議会第3代議長を歴任した人物だ。45歳でルーマニア労働者党第一書記となって権力を掌握すると、次第に独裁を強め、自ら国家元首の立場となったんだぜ。完全な独裁体制に移行していったのね。そういうこと。とはいえ権力の座についた頃のチャウシェスクは、報道の検閲を緩和したり、党のイデオロギーに反しない限りで表現の自由を認めるなど、東ヨーロッパの共産陣営の中でも比較的自由だったんだ。へえ、それだと全然独裁って感じじゃないわ。ところが、彼を悪の道に走らせた決定的な出来事が1971年にあったんだよ。ん？一体何が起きたっていうの？その年の6月、チャウシェスクは中国と北朝鮮を訪問する。後で登場するが、この2国はどちらもかなり強力な独裁体制で知られているよな。毛沢東と金親子ね。チャウシェスクはそこで指導者に対する個人崇拝を目の当たりにし、それに影響されて路線を変更したと言われているんだぜ。どう変わっちゃったのかしら？例えば、秘密警察セクリターテと呼ばれる組織を作って国民の監視を強め、さらには自分と妻に対して個人崇拝させる国に、ルーマニアは変えられていったんだよ。あちゃー、つまり典型的な独裁体制になっちゃったってこと？そういうことになるな。また、家族を政府の要職につけるなど政治体制としても腐敗していくんだ。特に妻エレナは政府の要職について国民の母と呼ばれ、非科学的な政策を行って国中を混乱させたぞ。さすがに迷惑すぎる夫婦だわ。それで、チャウシェスクの最後はどんな様子だったの？きっかけは、ティミショアラという町に住むハンガリー人牧師への立ち退き命令だったんだ。立ち退き命令ってなんでまた？チャウシェスクは宗教を弾圧してたから、おそらくその一環だったんだと思うぜ。なるほどね。ところがこれに対して、同じハンガリー人の教区民による抗議運動が起きた。そのうち軍隊すら暴動に味方するようになり、だんだんと手がつけられなくなっていったんだ。国防大臣のバシーレ・ミイラは、抗議者を銃で撃つようチャウシェスクから命令され、こんな風に答えているぞ。軍機を確認しましたが、人民軍は人民を撃ちマルセとの記述がある項目はどこにも見当たりませんでした。え？なんかバチバチに歯向かってない？おそらく、すでにチャウシェスクの人望は地に落ちていたんだろう。こうして反チャウシェスクの機運は、ルーマニアの全土に拡大していく。首都ブクレシティでは、共産党中央委員会の建物の前でチャウシェスクが演説するが、途中で爆竹が炸裂して演説が中断。群衆は口々に騒ぎ立て、エレナや職員たちが、聞こえないのか？静かにせよ、と怒鳴っても騒ぎをやめず、仕方なくチャウシェスクは建物の中に引き戻される始末だったんだ。もう制御不能としか思えないわね。まさにその通りだ。兵士による銃撃を受けて、抗議者たちに多くの犠牲者が出ると、それにこうして抗議者はさらに爆増したぜ。そんな中国防大臣のミイラが、心臓を銃で撃ち抜き自害しているのが発見される。ええ？ミイラってさっきチャウシェスクに歯向かってた人よね？ああ。彼が残したのはこんな言葉だった。私はニコライ・チャウシェスクから国民を撃つよう命じられた。自国民へのシャマル命令は、私には出せない。大臣が自ら命を絶つなんて。チャウシェスクは、ルーマニア全土に非常事態宣言を布告して再度演説に現れるが、もはや民衆の怒りを買うだけだったんだよ。だいぶ前から終わってた気がしないでもないけど、ともかく、なすすべをなくしたチャウシェスクは、エレナと共に、ルーマニア共産党中央委員会の建物の屋上からヘリに乗って逃亡。群衆が見守る中で屋上から離陸するヘリの姿が、しっかりと映像に残されたんだぜ。映画みたいなシチュエーションだわ。だが、彼らはプルゴビシテという町付近で軍隊に捕らえられ、身柄を拘束されるんだ。ルーマニア共産党の幹部の一人であるイオン・イリエスクは演説を行い、チャウシェスクのやったことは、共産主義を汚しただけにとどまらないのだと発言。もはやチャウシェスクは、共産党指導部からも切り捨てられてしまったんだよ。なんか手のひらくるっくるじゃない？そう言われても仕方ないかもな。イリエスクは、チャウシェスク夫妻を裁判にかける特別軍事法廷を設立する命令に署名。プルゴビシテの軍駐屯地内にある兵舎で、ニコライとエレナに対する特別軍事法廷、通称人民裁判が始まったぞ。この裁判の結果、
債は国家に対する犯罪、自国民の大量逆丸、外国の銀行への秘密口座の開設、並びに国民経済を弱体化させた容疑で起訴され、全財産没収並びに処刑を宣告されたんだよ。ちなみに裁判はたったの1時間20分で終了しているぜ。めちゃくちゃな展開の速さね。この裁判は後で結構批判されたんだ。そもそも事前の犯罪捜査も実施されないまま直ちに開始されたし、被告人である夫妻は法律で義務付けられている精神鑑定を受けておらず、自分で弁護士を選ぶことも許されなかったからな。うん？非常事態とはいえさすがにまずい気もするわ。さっき出た夫妻の容疑についても、正しい手続きで立証されたとはとても言えないんだ。ともかくこうして短い裁判は終わり、ニコライ・チャウシェスクと妻エレナ・チャウシェスクには処刑が宣告され、1989年12月25日午後2時50分、10丸刑に処せられたんだぜ。この処刑は、なんと判決が出てから10分以内に執行されたと言われているんだ。スピード感やばすぎでしょ。刑の直前、ニコライは共産革命家のインターナショナルを口ずさみ、裏切り者をマルセと叫び、エレナは私の手が折れる、手を離せ、その手を離すのよ、恥を知りなさい。よく考えなさい、私はこの20年間、お前たちの母親であり続けてきたのよ、と絶叫していたそうだ。刑の後、国内のテレビでは処刑された夫妻の映像が公開され、アナウンサーから、反キリスト者がクリスマスの日に丸されました、と国民に伝えられたんだぜ。なんとも後味の悪い結末だわ。続いて紹介するのはポルポトだ。ポルポトは、カンボジアの共産主義者で政治家、民主カンプチア首相、そしてカンボジア共産党中央委員会書記長を務めた。しかし政権崩壊後にカンボジア国内で組織的な迫害や、大量逆丸などを主導したことが広く知られて、世界に衝撃を与えたんだ。とんでもない逆丸を実行した人って印象があるわ。ポルポトを指導者とする、急進的な共産主義で民族主義グループであるクメール・ルージュは、1975年に、親米右派のロン・ノル政権を追い出してカンボジアの実権を握り、国号を民主カンプチアに変えた。その後は国家元首として前政権で虐げられていたシハヌークを復活させたが、その翌年には自らが実権を奪い、シハヌークを軟禁状態に置いて独裁体制を築いたんだぜ。政権を乗っ取っちゃったわけね。ああ。1975年にポルポト派がプノンペンを解放した時、市民たちは彼らを歓迎したが、その翌日には、すべての市民が市街へ退去するよう命じられたんだ。なんでまたそんな命令を出しちゃったの？というのもポルポトは、原始共産制という体制を実現させようとしていたんだ。具体的にはカンボジアを農業を主体とする共同社会に作り変えて、通貨の廃止、学校教育の否定などかなり極端な社会にすることだったらしい。そんなのうまくいくわけなくない？普通はそう思うよな。でもポルポトは現実に実行しようとしたんだぜ。その過程で起きたのがかつてないほどの大量逆丸だったわけだ。彼は反対派に対する弾圧を繰り返して強引に政策を進めた。しかも旧勢力や帝国主義勢力のスパイから防衛するという口実で、国民からの批判や抵抗を暴力をもって排除したぜ。カンボジア語でオンカーと呼ばれる組織の決定は全て正しく、個人は全てそれに従わなければならないというのが、当時のカンボジアでのルールだったんだよ。もちろん国民の人権と自由は否定されたし、結果として共産主義の理想とは全く変質してしまっていたんだけどな。無理やり古き良き時代に戻そうとしたってことね。しかも反対する人を抹殺しながら、さすがにここまでのことをやる独裁者も珍しいと思うんだぜ。特にロン・ノル政権やシハヌーク派の官僚をはじめ、教員やマスコミ関係者などの知識人がまず標的にされたんだが、それだけじゃなくプノンペンなど都市の住民の多くが農村に送られ、集団農場で働かされた。そして移住に抵抗すると強制収容所に送られ、次々と命を奪われたんだ。正確な犠牲者数は不明だが、ある推計では3年9ヶ月の間に、100万から170万人という途方もない犠牲者が出たとされているぞ。それで、ポルポトの最後はどんな様子だったの？ここまでの話だとまさに絶好調って感じだったけど、ポルポトの失脚のきっかけは、1978年に発生したカンボジア・ベトナム戦争だったんだ。この戦争は、ベトナムに避難していたカンプチア旧国民族統一戦線という組織が、ベトナムの援助を受けてカンボジア国内に侵攻して起きたものだな。カンプチア旧国民族統一戦線は、カンボジア人によって構成される反ポルポト派の組織だったんだ。外国の力を借りて政権をひっくり返そうとしたわけね。そういうことだぜ。カンプチア革命軍は指揮系統が崩壊していたせいで、わずか2週間で兵力が半減したんだが、その後ベトナム軍がプノンペンに入ると、ベトナムの影響の強いヘンサムリン政権が成立したんだ。ポルポトとその一派はカンボジアから追放され、タイの国境付近のジャングルで、
潜伏生活と反サムリン政権の戦いを続けることになったんだぜ。それじゃ、ほとんどベトナムに乗っ取られたようなものだったのね。ある意味そうだな。というわけでそれからもポルポトは、事実上のカンボジア共産党リーダーとして影響力を持っていたんだ。そして1989年にベトナム軍はカンボジアから撤退。1993年には国連監視下で、カンボジアでは立憲君主制が採択されたぜ。ポルポト派は新しい連立政権と戦い続けたが、1996年頃までに軍は堕落して規律も崩壊、中心的な指導層も離脱していった。なんだかしぶとく生き残ってるわね。だがポルポトは、カンボジア政府との和解を試みた腹心の孫銭と、その一族を1997年に粛清。その後、クメール・ルージュの軍司令官タモクがポルポトを裏切り者として逮捕、さらに終身禁錮刑を宣告したんだ。実質的な自宅軟禁だな。これに伴ってタモクは、新政府軍の攻撃から逃れて密林地帯にポルポトを連れて行ったんだよ。彼はタモクに捕らえられて以降はジャングル生活を過ごし、国境に近いアンロンベンのあたりから、タイへの逃走の機会を伺っていたともされているぜ。本人はまだまだ希望を捨てていなかったわけか。しかし最後は、心臓発作のため1998年4月15日に亡くなったと発表された。ポルポトの遺体の様子は写真に残っているんだが、実は若干きな臭い謎も残ったんだ。謎ってどういうこと？例えば遺体の爪が変色していたことから毒を飲まされたか、または服毒自丸の疑いがあったり、晩年は白髪だったのに、遺体の髪が黒に染められていたといった点だな。とはいえ公式発表では、遺体は兵士によってフルタイヤと一緒に焼かれた後、そのままその場所に埋められたとされているぞ。火葬には、ポルポトの5歳との間に生まれた一人娘が立ち会ったそうだ。埋葬直後には墓は建てられなかったが、後に墓所が建てられたんだ。墓碑はなく、粗末な看板にポルポトはここで火葬されたとだけあって、遺骨が土の上に剥き出しの状態で置かれていたんだぜ。以前はここに建物が建てられていたらしいから、誰かが墓を壊したとも言われているようだな。なんだか不気味さが残る最後だったわね。続いて紹介するのは毛沢東だ。毛沢東は中華人民共和国の政治家で、思想家でもあった人物だな。中国共産党を創立した党員の一人で、強制と日中戦争を経て党の指導者まで上り詰めたぞ。日中戦争後の国境内戦では、蒋介石率いる中華民国国民政府を台湾に追放し、1949年に中華人民共和国の建国を宣言したんだ。そして建国後も社会主義の完成のため邁進したが、その過程で、なかなかヤバい政策をいくつもやらかしたんだよ。どういう政策だったの？有名なのは大躍進政策というやつだな。これは農業を集団化しつつ急速な工業化を目指す政策だったんだが、これが大失敗した結果として起きたのが、国内で起きた大規模な飢饉だったんだ。特に地方の農村では一切食べ物が手に入らなくなり、ひどいところでは食人、つまり家族や子供の肉すら食べるという最悪の事態にまで発展してしまったんだぜ。ひどすぎるわ。しかもこの大失敗にもめげず、毛沢東は起死回生の一手を打った。これこそが悪名高いプロレタリア文化大革命、通称文革だったんだよ。文革？名前だけなら聞いたことあるわ。詳しく教えてもらえるかしら？複雑な出来事だっただけに一言で言うのは難しいんだが、もともとは資本主義的な文化や思想への批判運動だったんだ。だが次第に毛沢東を崇拝する若者を中心に、文化人などを手当たり次第に攻撃する学生運動のような雰囲気を帯びてくるぜ。こうした若者たちは紅衛兵と呼ばれたんだが、毛沢東は彼らを半ば扇動しながら、自分の権力争いに利用したんだよ。若者の運動、なかなか過激そうな匂いがするわね。ああ、彼ら紅衛兵たちは反革命派や保守派とみなした人々を見つけるや否や、集団で吊るし上げ、時には暴力を振るって彼らを制裁したんだ。さらには各地の文化財を破壊して回るなど、取り返しのつかない行為も行われたことが知られているな。しまいには毛沢東自身ですら勢いを抑えられなくなり、仕方なく運動の収束を図ったんだ。とんでもない規模の大騒ぎね。文革は結局10年以上の長きにわたって収束せず、1976年に毛沢東が没することでようやく幕を下ろしたんだよ。まさに暴走って言葉がふさわしい事態だわ。それで、毛沢東の最後はどんな様子だったの？実は彼の最後は、これまで紹介した独裁者たちと違って大して劇的じゃないんだ。そうなの？どういう風だったか教えてもらえる？いいぜ。1972年に行われた、当時のアメリカ大統領ニクソンとの会談の後、毛沢東が健康に重大な問題を抱えていることが発覚したんだ。毛沢東の病名は筋萎縮性側索硬化症、通称 ALS と呼ばれる病気だった。さらに1975年になると白内障も悪化し、
その年の秋には肺気腫から心臓病を引き起こすなど、深刻にヤバい状態に陥る。とはいえそれでも当時力を増していたライバルを再度失脚させるなど、まだまだ権力は衰えてなかったんだけどな。恐ろしい執念というかなんというか。そんな毛沢東も、1976年9月9日に北京の自宅で82歳で亡くなる。ところが亡くなってからですら、彼の存在は中国に残ることになったんだ。どういうこと？実は彼の遺体は、今でも北京市内の天安門広場にある毛主席記念堂内に安置されていて、永久保存されつつ一般公開中なんだよ。永久保存ってそんなこと可能なの？そうなんだ。いわゆるエンバーミング処理というやつだな。エンバーミング？ちょっと聞いたことないんですけど。簡単に言うとミイラだぜ。ミイラ？それマジで言ってるの？もちろん大マジだ。エンバーミングは遺体衛生保全とも呼ばれる処理で、防腐処理、つまり腐らないように保存する手法を指す。体に防腐剤を注入し、脳や内臓を体内から取り出してしまうんだ。そうすることで遺体を腐らせず、安全にミイラ化できるってわけだな。まさに現代のミイラ化技術なのね。そういうことだぜ。ちなみに遺体は、毛主席記念堂に予約すれば誰でも見ることができる。ただし常に長蛇の列だし、しかもちょっとでも立ち止まると警備の兵士に怒鳴られるって話だから、十分注意してくれよな。もちろん動画も写真も禁止だぜ。厳重に守られてるわけね。とはいえ、実は毛沢東自身はこういう事態を希望してはいなかったらしい。むしろ、遺体は焼いて海に巻き、魚の餌にせよと遺言していたんだよ。じゃあ遺言は守られなかったのね。そうなるな。独裁者の宿命だろうけど、ちょっとかわいそうな気もするわ。ところで、この永久保存された遺体に関する都市伝説を知ってるか？知らないけど、都市伝説ってどういうこと？いつからか遺体に関して、ある噂が囁かれ出したんだよ。それはなんと、水晶の棺に安置された遺体は牢で作られた偽物で、毛沢東の本当の遺体は記念堂の地下にあり、今でも国家指導者のような限られた人にしか公開されていないという噂なんだぜ。まさに都市伝説ね。さすがに本当かどうか証明できそうにないけど。そうだよな。これは中国でも有名な噂らしく、北京では観光ガイドまで口にするほどだそうだ。もちろん真偽は不明なんだぜ。一人の人間がそこまでの伝説を生み出すとは、驚きでしかないわね。最後に紹介するのは金日成と金星日だ。第二次世界大戦後、東西冷戦の影響を受けて朝鮮が分断された結果、北緯38度線以北に北朝鮮が成立した。そして1948年の建国にあたり、日本軍とのゲリラ戦を指導していたとされるのが金日成だったんだ。建国にあたり主導権を握って初代の首相となり、以後は独自の社会主義国家建設を掲げた、独裁的な個人崇拝国家を築き上げたぜ。この人の一族が今に至るまで北朝鮮を治めてるのよね。ああ、1950年には南北統一を目指して南に侵攻し、朝鮮戦争を起こすが53年に停戦。戦争後には新祖派や新中国派を排除しながら独裁者として地位を固め、主体思想という独自の思想を掲げて国内を支配したんだ。そして74年に息子の金星日を後継者に指定し、1994年に没しているぞ。息子に後を継がせたのね。そうだな。金星日も父と同じく政治家で軍人、北朝鮮の第二代最高指導者だ。父の没後は事実上の最高指導者となり、以後亡くなるまで朝鮮労働党中央委員会総書記を務めたぞ。完全に世襲制になっちゃってるわ。いくつかのテロ事件に関与し、国際的な孤立を深めていった北朝鮮は、やがて独自に核開発に乗り出し、2006年には核実験を強行。国際社会は表向きには中国も含めて北朝鮮に対する経済封鎖を行い、核開発を抑えようと試みたんだぜ。日本からしたら一番身近な独裁者って感じね。それで金親子の最後はどんな様子だったの？未だに独裁体制が続いていることからもわかるように、二人ともそこまで劇的な最後だったわけじゃない。ただしそこはさすがの北朝鮮、いろいろと謎があるのは確かだぜ。どういうことか聞かせてもらえる？まずは金日成から言ってみよう。金日成は1994年7月8日午前2時に官邸で没した。北朝鮮政府の公式発表によると、原因は執務中の過労による心筋梗塞だったらしい。だが息子である金星日との対立や、さらにはアンマルを疑う声もあるようだな。やっぱりお得意のアンマルで？まあ実際にはほとんど根拠はないみたいだぜ。そんな金日成の葬儀は、国葬として金星日主導の元首都平壌で執り行われた。当日は北朝鮮全土から大勢の国民が集まり、朝鮮中央テレビでは、人々が地面を叩きながら泣き崩れる様子が報じられたんだ。その後遺体にはエンバーミング処理が施され、クムスサン議事堂を改築したクムスサン太陽宮殿という建物に安置されたぞ。出たわね、例のミイラ技術。
そして1998年の憲法改正によって、金日成は永久国家主席に任じられたんだよ。永久とはすごい称号ね。続いて金正日だ。金正日の逝去は、2011年12月19日に北朝鮮の国営放送によって公表された。彼は晩年に健康問題を抱えていたらしく、2008年8月には脳卒中で倒れ、その回復後も左腕に後遺症が残っていたんだ。当時からアメリカや韓国の調査機関では、余命数年と予測されていたようだな。その他にも、糖尿病や心臓病を患っていたとの報道もあったぞ。情報が乱れ飛んでいたのね。金正日は去年70歳で、朝鮮中央通信や労働新聞などが伝えたところでは、心臓や脳血管の病気で長期にわたり治療中だった。積もりに積もった精神的、肉体的過労により心筋梗塞が起き、心臓性ショックを併発した。という話だぜ。心臓が悪かったというのが公式発表だったのね。哀悼期間中には、北朝鮮の延べ2億6千万人が弔意を表したと公式に報道されているぞ。まあ北朝鮮の人口は約2400万人だから、発表が事実なら一人当たり10回以上弔問した計算になるけどな。たった1週間で国民が10回ずつ？そこはあんまり触れない方が良さそうね。私もそう思うぜ。さて、例によってエンバーミング処理のため、ロシアから遺体保存の専門家チームが派遣され、処置が行われたそうだ。わざわざロシアから呼んだのね。ちなみに遺体は2週間に一度は棺から取り出し、防腐処理を施さなければいけないらしい。これはロシアの技術者の手で行われ、保存作業だけで毎年約80万ドル、つまり1億円近くかかるそうだ。もちろん2人の遺体を合わせると倍額だぞ。ってことは2億円。驚きだわ。確か北朝鮮の国民って貧困に苦しんでたわよね。さすがにまずやるべきことがあるんじゃない？さすがにな。それにしても共産主義の独裁者たちは、誰も彼もろくな最後じゃないわね。無残に命を奪われるか、自分の意思を無視してミイラにされるかだからな。できれば未来の独裁者の方々にも参考にしてほしいところだわ。そう願いたいぜ。ちなみに忘れてはいけない共産主義国家、ソ連の独裁者スターリンの末路については、別の動画で解説したから、興味があれば概要欄を見てみてくれ。わかったわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、現代史上最悪の独裁者スターリンが亡くなる際の、謎に包まれた最後の数日間のお話だ。独裁者の最後、正直気にならずにはいられないわ。そうだよな。まさに事実は小説よりきなりと思わされるような、旧ソ連の深い闇を感じる逸話だぞ。それでは行くぜ。そもそもスターリンについてどれだけ知ってるかな？うん。とりあえず顔はわかるわ。あとはシベリア送りだのなんだの、ネットで散々ネタにされてるのは知ってるけど、それ以上はあんまり。大体の人はそんな感じかもな。じゃあまずはじめにスターリンの業績について、簡単に見てみよう。よろしくお願いするわ。ヨシフ、スターリン、本名ヨシフ、ビッサリオノビッチ、ジュガシビリは、ジョージアで生まれた。スターリンは本名じゃないってこと？実はそうなんだ。スターリンは鋼鉄のように意志の強い男という意味で、彼が憧れた革命家の、ウラジーミル、レーニンって人からもらった名前だな。そしてこのレーニンこそ彼が理想とした人物で、その組織ボリシェビキに入ったのが、輝かしいキャリアの始まりだったんだ。師匠みたいなもんだったわけね。そういうことだな。幼少の頃のスターリンは、ジョージアの靴職人の三男だったが兄二人を亡くし、酒好きの父だけでなく母からも暴力を受けていた。成長するとロシア正教の神学校に入ったが、体制批判のしすぎで追放された末、青年期にマルクス主義に傾倒。さらにはレーニンに感化されて、革命家として生きることを決意したんだぜ。神学校から革命家ってすごい経歴。ボリシェビキに入ると、活動資金を稼ぐために時には犯罪行為にまで手を出したんだ。例えば銀行強盗、それに麻薬売人と手を組んで売春宿を経営したりと、正直やりすぎなくらいの活動をしてたらしい。こうして周りが引くほどの行動力で出世して、1924年のレーニンの没後、事実上のスターリン政権を打ち立てたぜ。ついにトップになりましたと。こうしてソ連を牛耳ったスターリンは、急速な工業化政策と同時に、自分を批判する者たちに対して投獄、シベリア送りなどを通じて命を奪うなど、大規模な粛清政策を行う。またその過程でソ連では、スターリンに対する過剰なまでの個人崇拝が強まっていき、民衆からは全能の神のように崇められたんだよ。まさに独裁者って感じね。第二次世界大戦では一時的にナチス、ドイツと手を組み、ポーランドの分割やバルト三国の併合を断行し、その過程で大規模な逆丸事件を起こしたんだ。逆丸って何事？有名なのはポーランド商工大量逆丸事件、通称火剣の森事件で、実際に実行したのは、秘密警察を統括する NKVD だと言われているな。
ちなみにこの事件については別の動画で解説したから、興味がある人は概要欄を見てくれ。わかったわ。そして大戦が終結した後もトップとして君臨し、アメリカなど西側諸国との冷戦を本格化させたぜ。さて、ここからはいよいよスターリンの死の経緯についてだ。元来疑り深い性格だったスターリンは、年を取るにつれ、自分が暗殺される妄想に取り憑かれるようになっていた。食事は毒味を徹底して、医師ですら信用できなくなり、処方される薬もろくに服用していなかったんだぜ。そりゃなかなかの妄想具合ね。また寝ている時に暗殺される恐怖から、屋敷に全く同じ形の寝室をいくつも作り、どの寝室で寝るかは就寝直前に決めていたんだ。しかも寝室は大きな金庫のような鋼鉄製の箱型構造で、唯一の扉は当然鍵付き。内側から施錠すると、警備責任者が持つ合鍵でしか開けられないようになっていた。なんとこの合鍵は、世界にたった一本しか存在していなかったんだよ。最強のセキュリティってわけか。薬の服用を怠ったせいか、スターリンの健康状態は、第二次世界大戦の終わり頃からどんどん悪化していき、慢性的な喫煙による、アテローム性動脈硬化という症状に苦しんでいたんだ。そのせいで1945年5月には軽い脳卒中、1945年10月には重度の心臓発作に襲われたぜ。いつ亡くなってもおかしくなさそうだわ。そんなスターリンはある時、マレンコフ、ブルガーニン、ベリア、フルシチョフら側近を別荘に招いて宴会を開いた。1953年2月28日のことだな。宴会がお開きになった明け方午前4時頃に側近たちは解散、スターリンは寝室に戻ったと思われる。のんきに宴会してたのね。だが翌朝の予定時間を過ぎてもスターリンは出てこず、警備責任者は不審に思ったんだ。だが眠りを妨げられたせいで怒りを買うのを恐れ、使用人たちは午後になるまで何もできなかったぜ。確かに機嫌を損ねたらヤバそうだわ。さて3月1日の午後11時になり、しびれを切らした家政婦が恐る恐る寝室に入った。そこで彼女が見たのは、パジャマ姿で床に倒れたスターリンの姿だったんだよ。すでに意識はなく荒い息遣いで、家政婦が呼びかけても反応はなかったらしい。状態はかなり悪くて、失禁していたという話もあるな。緊急事態じゃないの。すぐに医師による治療が施されて一時は意識を取り戻したが、重い障害が残ったせいで意思疎通は不可能だった。それから昏睡状態が続いたが、病状は悪化する一方だったんだぜ。周りもほとんど諦めてたかもね。そして4日後の1953年3月5日午後9時50分、ヨシフ、スターリンの死亡が確認された。遺体は解剖され、死因については脳内出血と発表されたぞ。なお解剖報告書の原本は最近まで見つからなかったが、一番重要な所見について、共産党機関紙の特別速報で報告されたんだ。つまり死因が何かわかったのね。そういうことだな。それによると、左大脳半球の皮質下中心の領域に限った大きな出血が認められたという。この出血によって脳の中枢領域が破壊され、呼吸と循環に不可逆的な変化をもたらした。さらには心臓の左心室の著しい肥大、心筋、胃や腸の粘膜に多数の出血、血管のアテローム性動脈硬化が認められたらしい。脳の出血と動脈硬化が死因。そう。それで脳の中枢機能が麻痺し、呼吸と循環器に治療不可能な症状をもたらして、彼を死に至らしめたと解釈できるんだぜ。とまあ、こんな感じの顛末だったわけだ。確かに劇的な出来事ね。でも別に謎があるようには思えなかったんだけど、実はスターリンを襲った突然の死に関して、いくつかの暗殺説が根強く囁かれているんだよ。暗殺？でも死因は病気なんじゃないの？だからあくまでも説でしかないんだけどな。そんな複数の暗殺説のうち、その奇妙さから最も人々の興味を引いた説がある。それが見殺し説、そして偶発的暗殺説なんだぜ。見殺しと偶発的暗殺、どういうこと？二つの説の根拠は、スターリン死後に実権を握ったフルシチョフの証言に見ることができるぞ。実は彼が証言したスターリン死亡時の状況には、いくつかの齟齬があったんだ。齟齬？どういうことかしら？証言をまとめるとこんな風になる。スターリンの別荘で、2月28日土曜日の朝方まで続いた宴会の後、ご機嫌になったスターリンは寝室に引き上げ、我々は帰った。土曜日の朝までの宴会ね。28日の土曜日丸1日、そして翌日にあたる3月1日の日曜日も、スターリンからの呼び出しはなかった。土日もスターリンから使用で呼びつけられないのは、珍しいことだった。3月1日日曜日の夜遅くに寝ようとしていたら、同僚からスターリンが倒れたという連絡があり、急いで彼の別荘に向かった。するとスターリンが死にかけていた。淡々とした感じが不気味だわ。実はこの証言は事実関係どころか、時系列まで混乱しているんだよ。ロシアで最初に本格的なスターリンの評伝を書いた歴史家、
ポルコ・ゴーノフによる、より信頼性の高い第三者証言のまとめは次のようになるぞ。こっちは別の人の証言ね。スターリンは、別荘で2月28日土曜日の昼間から翌朝4時まで、長時間ぶっ続けの厳粛な会議を行っていた。不機嫌なスターリンはフルシチョフをはじめ、側近たちに当たり散らした。ん？こっちの証言だと土曜日の昼から、しかも宴会じゃなくて会議してたことになってるわ。続けるぜ。翌日、3月1日の正午になってもスターリンは起きてこなかった。別荘の召使いたちは異変に気づいた。しかし、召使いからスターリンに働きかけることは禁止されていたので、様子を伺っていると、夜6時半頃スターリンのいる書斎に明かりがついた。しかし、後に消えてしまった。明かりがついたって、その後も何の連絡もスターリンからはなかった。夜11時頃になって夜決して部屋の扉を開けたところ、食堂でスターリンが倒れているのが見つかった。スターリンは起き上がれず、左手を上げて助けを求めるような仕草をした。しかもまだ意識があったっていうの？こんな風に明らかな齟齬があるんだぜ。もし仮にフルシチョフの証言が間違っていて、ポルコ・ゴーノフのまとめた第三者証言が正しいとするならば、次の二つの重大な事実が浮かび上がってくるんだ。もしかして、そう。すなわち何者かが夜6時半に、倒れているスターリンの部屋に侵入して電気をつけた。そして、フルシチョフはわざと事実と違う証言をしているということだぜ。まさかそういうことなの。そもそも使用人たちにとって、スターリンの部屋へは許可なく立ち入れない。最終的に恐る恐る入るのにも、かなりの抵抗があったようだしな。一方で書斎の明かりをつけた人物、もしくは複数の人物たちは、一切気にせず部屋の中へ侵入している。つまりおそらくは側近たち、それも前日の会議に参加した側近のうちの誰かだろうと推察されるんだぜ。フルシチョフも含めてってことね。そういうことになる。その人物は書斎の電気をつけ、スターリンが倒れていることに気がついたが、おそらく殺意を持って彼を放置した。そして夜11時、その状態のスターリンを部屋に入った使用人が発見したのではないか。そう考えることができるんだよ。とんでもない事実が浮かび上がってきたわ。脳出血の発作から少なくとも10時間以上が経過していたため、医者にかかった時にはすでに手遅れだった。だからもしこの説が確かならば、まさしくその何者かが放置したことで、スターリンの命は失われたと言えるんだぜ。だとしたら完全に見捨てられたってこと？なんか闇が深すぎて息苦しくなってきたわ。まあ、あくまでも一説でしかないのは忘れないでくれ。しかもそんなスターリンの暗殺説には、この他にも何パターンかある。まだあるのね。一つは計画的毒殺説だ。これはその名の通りって感じだよな。毒殺犯として目星がつけられているのは、側近の一人ラブレンチー、ベリア。スターリンと同じくジョージアをふるさとに持つ男で、秘密警察を統括する組織エヌカーベイデイの長官だったんだよ。ちなみにエヌカーベイデイは、さっき出てきた花剣の森事件の実行犯とされる組織だな。証拠大量逆丸事件ってやつね。彼が犯人である根拠は、1993年に公表された元外務大臣ブヤチェスラフ・モロトフの政治回顧録で、スターリンの右腕で秘密警察長官の職にあったベリアが、スターリンを毒殺したことをモロトフに自慢していたという記述だ。とはいえ関係者による回顧録なだけに、この文章をそのまま信じるわけにはいかないけどな。まあそこはね、罪をなすりつけて失脚とかさせられそうだし、さらに2006年にはロシアのある週刊誌が、ロシア公文書館で、スターリンの暗殺説を裏付ける有力な証拠が発見されたと報じたんだ。見つかった記録文書によると、当時意識不明の状態のスターリンに施された治療は、実は毒物摂取時の処置だったとのことなんだよ。つまり公式発表である脳内出血への治療法とは、全く違っていたと記されていたんだ。つまり、スターリンが毒殺された可能性が高いってことだな。そこまで行くとにわかには信じられないわ。また、スターリンがモロトフ、ベリア、マレンコフ、フルシチョフら首脳陣を粛清する計画を練っていて、ターゲットになった彼らは、計画阻止のためベリアにスターリンを丸買いさせ、それから口封じのためにベリアを始末したという、ありそうな理由も述べられているんだ。うん。いかにもやりそうって思っちゃうわね。また、2003年にはロシアとアメリカの歴史研究家からなるグループが、スターリンにワルファーリンが使用された可能性を指摘したんだ。ワルファーリン？それ何かしら？ワルファーリンとは脳梗塞や心筋梗塞など、血栓症の治療や予防に使用される抗凝固薬だ。だが、取りすぎると逆に出血を起こしやすくなる副作用を持つ。つまりこの薬を意図的に投与して、死に至る脳出血を起こしたんじゃないかという説だぜ。そうだとしたらかなり容易周到な犯行だわ。ただし計画的かどうかまではわからないんだよ。ワルファーリンは脳梗塞系の脳卒中には普通に使用される薬のため、本当にたまたま使ってただけって可能性もあるからな。ああ、
完全なる偶然の線も捨てきれないのね。ただしいずれにしても、すでにほとんどの関係者が死亡していて、暗殺説を裏付けるような格好とした証拠はない。結局、依然としてスターリン暗殺説の真相は謎のままなんだぜ。ロシア当局はスターリンの死因に関して、一貫して脳内出血による病死という見解を崩してないしな。あまり深入りするのも怖いわね。最後に、亡くなった後のことを補足しておこう。事件から5日後の3月6日、スターリンの遺体が入った棺が、労働組合会館という施設で民衆との別れのために3日間置かれたんだ。3日間って結構長いわね。スターリンは棺の中で赤い旗とバラ、そして緑の枝に囲まれた高い台座の上に横たわっていた。そしてモスクワや他の都市から来た住民、そして様々な企業や機関、軍の代表者たちが棺の前を列をなして通り過ぎていったんだ。歴史上は悪人って印象だけど、当時の人からしたらまた違ったんでしょうね。当時の映像を見ると、涙を流している人も多いんだぜ。ちなみに葬儀中にトルブナや広場で大混雑が発生し、事故が起きたことも知られているな。群衆に押しつぶされ、たくさんの人が踏みつけられて亡くなったんだ。そのほとんどが、葬儀に参列するために国中からやってきた人だったんだよ。怖すぎる。ちなみにスターリンの死は、遠く離れた日本の経済にも影響を与えたんだ。彼の死が日本で報じられた3月5日、日経平均株価は前日比 10% の下落を記録。これはスターリン暴落と呼ばれたんだよ。へぇ？それだけ大きな出来事だったってことね。防腐処理されたスターリンの遺体は、1961年10月31日まで、レーニン廟でレーニンの遺体と並んで保存された。だがその後のフルシチョフによる、スターリンの独裁体制批判の影響を受けて、最終的に遺体は廟の外に運び出され燃やされた後、10月31日に、レーニン廟裏の墓に改めて埋葬されることになったぜ。せっかく憧れの人と並んでたのにちょっとかわいそう。生前の権力が強かった分、反発も大きかったってことだろうな。その後も彼の死は、後継者たちの権力の奪い合いに利用されることになったんだよ。それもまた権力者の定めってやつかしらね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は共産主義独裁者に関わったがゆえに、不幸になった女たちのお話だ。それってつまり奥さんってこと？もちろん妻が中心だがそれだけじゃない。しかも独裁に加担して贅沢しただけでなく、哀れにも悲惨な末路を迎えた人も多いんだ。しくじりという運命に翻弄される女性たちの姿、最後まで見ていってくれ。それでは行くぜ。最初に紹介するのは、ルーマニアのエレナ・チャウシェスクだ。エレナはルーマニアの元大統領ニコライ・チャウシェスクの妻で、自身も養殖について権力を握ったんだ。チャウシェスク夫妻は二人して国民から崇拝される体制を作り上げ、私腹を肥やしていったんだぜ。まさに独裁って感じだわ。それでエレナはどんな悪事を働いたわけ？一番有名なのは、国民を増やすために行われた強制的な人口増加政策だろうな。強制的って一体どういうこと？要するに無理に子供を産ませたわけだ。具体的には45歳までに子供を最低5人産むこと。しかも中絶は法律で禁止。マジで言ってるの？エレナは大マジだった。しかも子供が増えたはいいものの、しかるべき保障をしなかったもんだから捨て子が急増。街にはストリートチルドレンが溢れたんだ。めちゃくちゃだわ、野生動物じゃないんだから。そうだよな。彼らストリートチルドレンたちはチャウシェスクの落とし子と呼ばれた。この落とし子たちは誰も彼も栄養失調で衰弱していて、孤児院では子供がベッドに縛り付けられたり、服を着せられず一日中裸で過ごしたり、汚物まみれの子もいたというひどい環境。職員は素人なので虐待も相次ぐ。中には栄養不足で病気や怪我で命を落としたり、白内障や貧血、さらにはガマルするケースも多発したぜ。どんな地獄なのよ。それで、エレナ・チャウシェスクの最後はどんな様子だったの？独裁者の妻として、エレナは夫のニコライと最後まで運命を共にすることになる。それではその経緯を話していこう。1989年12月15日、ディミショアラという町に住む牧師への立ち退き命令への反発が、大規模な抗議運動に発展した。これがルーマニア革命の始まりだったんだ。たった一つの命令が、革命にまで膨れ上がっちゃったのね。積もりに積もった不満が爆発したんだろうな。チャウシェスクはなんと、周りの反対を振り切って民間人への発砲を許可し、70人以上の抗議者が命を落とす。この時エレナは、遺体安置所に安置されていた58の遺体のうち、43体を冷凍トラックに積んで首都のブクレシテに移送するよう命じたんだ。さらに遺体は火葬され、遺灰は水路へと投げ捨てられたんだぜ。どうしてそんなことを？その目的は弾圧された痕跡を、一切残さないようにするためだった。エレナはこれをご丁寧にもバラ作戦と名付けていたんだ。だが国民の逆丸を隠し通すことはできず、
チャウシェスクが演説をしようとしても、人々は怒号をやめなかった。これもわかんわね。もはや収拾をつけるのは不可能だと悟ったチャウシェスク夫妻は、屋上からヘリコプターで飛び立ち、プルゴビステという町へ向かうため首都を脱出したんだ。彼らはヘリで町へ到着したんだが、そこはすでに反チャウシェスク集団に占拠され、そのまま捕らえられてしまったんだよ。そして12月25日、軍の駐屯地内の兵舎で人民裁判が開かれ、二人は処刑宣告を受けた。展開が早すぎてついていけないわ。そんな簡単に処刑を決めていいの？エレナは質問に少し答えてはわめいたりするだけで、ニコライが落ち着くようなだめる一幕もあったようだな。完全に取り乱しちゃってるわね。こうして二人は両手を後ろ手に紐で縛られ、建物から出され10マルのバイト連行。ニコライは、共産革命の歌であるインターナショナルを口ずさみ、裏切り者をマルセと叫んでいた。エレナは夫と一緒にマルナせてほしい。私と夫は一緒に戦った。一緒にマルヌは、また、マルスノなら、拘束を解いた状態でマルしてちょうだい。私たちはいつでも一緒よ。法律がそう言っているわと要求したり、自分の両手を紐で縛ろうとする軍人たちに対して、これは何なの？これで何をするつもりなの？触るな、縛るな、私たちを怒らせるつもり？私の手が折れる、手を離せ、その手を離すのよ、恥を知りなさい。などと抵抗を試みていたんだぜ。ちょっと前まで独裁者だったのが処刑ってなったら、そうなるのも当然だわ。エレナは10マル隊を前にして、こんな言葉を絶叫したらしい。よく考えなさい。私はこの20年間、お前たちの母親であり続けてきたのよ。なんか胸がうってなっちゃうわね。こうして1989年12月25日14時50分、エレナ・チャウシェスクは夫と共に10マル刑に処せられたんだぜ。まさに悲惨な末路というしかない最後だったわ。続いて紹介するのは中華人民共和国の構成だ。構成は政治指導者で女優、そして毛沢東共産党主席の4番目の夫人だった。女優っていうのは珍しいわね。若い頃の話だけどな。しかも毛沢東夫人となって自分も権力を握ると、当時自分を虐げた関係者たちを次々に投獄して迫害しているぜ。いやいや、権力の使い方やばくない？このえげつない性格こそが、彼女が中国四大悪女の一人に数えられるゆえんだな。ところで彼女の夫の毛沢東が、女癖がよろしくなかったのは知ってるか？ああ、そうなのね。ん？ちょっと待って、女癖の話が出るってことはまさか。そう。ここでも構成のえぐい報復が始まるんだ。彼女は毛沢東の不倫相手を投獄し、自ら留置所を訪ねた。そして刑務官に、その女性の服を剥いで縛り上げるよう命じたんだ。一体何が始まるの？構成はその場にいる刑務官を全員呼び寄せ、なんと女性を養辱するよう命令したぜ。ええー？ちょっと待ってよ、さすがに権力者でもそんなこと許されるはずないわ。それが許されてしまったんだよな。ことが終わると次に受刑者を集め、同じように女性への養辱を命じる。しかも参加した受刑者は減刑するっておまけ付きでな。発想がヤバすぎるわ。そうやって数時間にわたって痛めつけられ、残されたのは長い釘が頭に打ち込まれた女性の姿だったんだぜ。とても人間の所業とは思えないわね。その後、文化大革命が始まると構成は運動を主導して公職女工と呼ばれた。文革末期には王光文、張春強、楊文元と一緒に4人組として、中国共産党内で影響力を発揮したんだ。それで構成の最後はどんな様子だったの？1976年9月9日、ついに毛沢東が逝去し、4人組は大事な象徴を失ってしまう。そして毛沢東が亡くなったのをきっかけに華国鋒総理らと文革4人組の対立は急激に表面化し、ついには反文革派によって逮捕されたぞ。4人組は1977年7月には党籍を永久剥奪され、続く第11回党大会では文革の終結と彼らの犯罪行為が認定された。こうして実に1966年以来、11年にわたった文革が真に終わりを告げたんだぜ。11年も、一体どれだけの犠牲者が出たか想像もつかないわ。もちろん構成も裁判にかけられ、1981年に丸刑判決、1983年には無期懲役に減刑されたぜ。ちなみにその後、1984年には癌の療養のため仮釈放されていたことが、後の報道で明らかにされたんだよ。割とすぐ釈放されていたのね。ああ、だが彼女は仮釈放中の1991年5月、北京の居住地で首をくくってしまったんだ。うわぁ、生きる希望を失ってしまったのね。だろうな。没後に捜査された彼女の部屋には、古新聞が置かれていた。そして、その片隅にはこんな言葉が書いてあったんだ。毛主席、あなたの生徒、あなたの戦友が今、会いに行きます。これが彼女の遺書だったっていうことなのかしら。おそらくそうだろう。構成の自害については、翌月の6月4日になってようやく発表されたぜ。
本人は生家の三等証書状に埋葬してほしいと遺言状に残していたが、トラブルを避けるために北京の墓地に埋葬されたんだよ。仕方ないとはいえちょっとかわいそうではあるわね。続いて紹介するのは、ソ連のナジェージダ・セルゲイブナ・アリルイエバだ。聞き覚えのない名前だけど、ナジェージダはソ連の独裁者スターリンの2番目の妻だな。へぇ、そうだったのね。スターリンとの具体的な出会いはわからないが、どうやら彼女の幼少期からの知り合いだったようだぞ。彼女は党の仕事があまりうまくいかなかったが、党の活動にもっと関わりたいと考え、技師になるためにモスクワの全連邦工業専門学校に入学し、工学と合成繊維について学ぶんだ。しかしスターリンとの関係はだんだんと悪化していく。彼女は夫の不倫を疑い、頻繁に口論していたらしい。晩年には頭痛、早期の閉経や深刻なうつ病に悩まされていたと言われているな。健康に不安があったのは間違いなさそうね。それでナジェージダの最後はどんな様子だったの？1932年11月、ナジェージダは10月革命15周年を記念する軍事閲兵式に出席する。そしてその翌日の夜は、スターリンとナジェージダは革命15周年記念祝賀の夕食会に出席していたんだ。この会にはボリシェビキの幹部とその妻たちも出席していて、酒も多数用意されていたぞ。なんだか楽しそうなだけにこの先の展開が不安ね。お察しの通りトラブルは起きた。この夕食会の最中、スターリンとナジェージダは口論を始めたんだ。スターリンがアレクサンドル・エゴロフの妻と不倫していたという噂や、クレムリンで美容師として働いていた女性と不倫しているという噂も出ていたそうだから、それに関する口論だったとも考えられるぜ。そして、その日のスターリンとナジェージダの間には不穏な空気が漂い始めたんだよ。そりゃそうなって当然よね。途中、スターリンは妻の注意を引こうとして物を投げつけた。この時投げたものについてはオレンジの皮、タバコの吸い殻、パンの切れ端が上がっているが、不思議なことに情報源によって異なるようだな。そして、スターリンがナジェージダに対しておい、と呼びかけるとナジェージダは、私の名前はおいじゃないわ、と叫んで怒りをあらわにし、出し抜けにその場から出て行ってしまったんだぜ。よくある夫婦喧嘩でちょっと笑っちゃった。そんなこんなでナジェージダは自宅に戻ってしまう。実はそこから翌朝までの出来事については謎に包まれている。どういうことなの？簡潔に言うと11月9日の早朝に自室にいたナジェージダは、拳銃で自らの心臓を撃ち抜いたんだ。どうしてそんなことを？説明されている事実はこんな感じだな。ナジェージダは家政婦のカロリーネ・チェリに、朝8時まで起こさないようにと命じた。それから自室で銃を取り出し、引き金を引いて自分自身を撃った。彼女はベッドの傍らに倒れ、銃は遺体の横に転がった。銃声を聞いた者は誰もいなかったそうだ。銃声を誰も聞いてないなんてことある？そこは不思議な点だよな。ちなみに祝賀会の夜にナジェージダが出て行った後、スターリンがどこで何をしていたのかについても不明だ。また、ナジェージダの遺書は発見されていないぞ。もしかすると自害したことすら嘘だったりして、もちろん絶対にないとは言い切れないよな。ちなみにナジェージダの遺体を検視した医師たちに、スターリンは死因が虫垂炎だと書いた偽の死亡診断書に署名するよう頼むが、医師たちはそれを拒否。そしてこれに関わった医師たちは3年後に全員急死、もしくは逮捕され重丸されてしまったんだぜ。恐ろしすぎない？ちなみに、そんなスターリンの謎めいた末路については他の動画で解説したから、興味があれば概要欄を見てみてくれ。了解したわ。続いて紹介するのは北朝鮮のキム・ソンエだ。キム・ソンエは、北朝鮮の初代最高指導者キム・イルソンの5歳として知られているな。キム・イルソンの奥さん、そういえば全く知らないわ。彼女は北朝鮮成立後、朝鮮戦争の直前に朝鮮人民軍に入隊し、キム・イルソン執務室の書記として仕事をしているんだ。間もなく彼の愛人となって同居を始め、子供を身ごもったと言われているぞ。へえ。じゃあその子供っていうのは、いや、キム・イルソンの後を継いだキム・ジョン・イルは前妻の子供で、彼女と血のつながりはないんだぜ。ああ、そうだったのね。キム・イルソンの子を産んだことで公式にニルソン夫人となり、キム・ヨン・イル、キム・ヨンジン、キム・チョン・イルの合わせて三男一女も受けたんだ。ちなみに他にも子供がいたって噂もあるな。後継ぎ問題で揉めそうね。実際揉めてるぜ。1970年代までにキム・ソンエは政治的な地盤を固め、自分の子供をキム・イルソンの後継者にしようと試みるんだ。もちろんキム・ジョン・イルとは対立し、同時にキム・イルソンの弟であるキム・ヨンジュとも関係が悪化してしまう。しかし彼女が関係する数々の越権行為や不正が明らかになり、1973年には一切公式の場に出ることを禁じられ、チャガン道館弟子のジャモさんの別荘へ送られてしまったんだぜ。失脚しちゃったってわけね。そういうことだな。しかも彼女に追随した人間は農村や鉱山に追放されてしまったそうだ。恐ろしや。
そして1974年2月に、キム・ジョン・イルがキム・イルソンの後継者として推戴されると、キム・ソンへの名は外交の記録などから削除され、夫人という二文字だけが残されたんだぜ。存在自体消されちゃってない？それでキム・ソンへの最後はどんな様子だったの？実は彼女の最後については、今回紹介する他の女性たちに比べると極めて情報が少ないんだ。どういうことか教えてもらえるかしら？ああ、1994年6月、キム・ソンエが突如公式の場に姿を見せて海外メディアを驚かせた。これは同じ年の3月に北朝鮮が国際原子力機関を脱退した件で、アメリカがジミー・カーター元大統領を派遣した会談の場のことだったんだ。その会談の場にキム・ソンエも同席していたんだよ。なぜ急に姿を見せたのか、謎めいているわ。キム・ソンエは両者の会談前まで夫であるイルソンに秘書のごとく付き従い、妻として老齢の夫にあれこれ世話を焼くような様子を見せるなど、ごく普通の夫婦に見えたそうだ。このためキム・ソンエは失脚後もある程度イルソンと私生活を共にしていて、キム・イルソン夫人の立場は維持していたと考えられるな。これを受けてキム・イルソンが、妻の手助けが必要な状態にまで健康状態が悪化しているという見方も出たぜ。大事な会談にあたって、弱ったキム・イルソンを支えるために呼ばれたということなのかしら。そういう見方もできるだろうな。ともかく会談は終了したが、その翌月7月8日にキム・イルソンが逝去してキム・ジョン・イルが権力を継承。この時、キム・ソンエは葬儀委員の名簿に名を連ねてはいたが、その後は姿を見せることが再びなくなり、イルソンの葬儀にも参列しなかったんだ。葬儀に参列しなかったの？それもまた不思議な話だわ。しかもそれ以降は公式の場に全く現れず、彼女の動静は一切伝えられなかったんだぜ。こうしてキム・ソンエの存在を示す過去の記録は、キム・ジョン・イル政権下では全て抹消されてしまったわけだ。そこから音沙汰はなかったの？いや、脱北者団体などによると平壌から地方の専用施設に移され、キム・ジョン・イル没後の2014年9月頃にチャガン道関下市にて亡くなったと言われているんだぜ。当時は彼女に関して、北朝鮮当局からの発表や現地の報道は全くなかったんだけどな。まさに存在の抹殺だわ。とはいえ2018年12月になってようやく、韓国の情報機関がキム・ソンエがすでに逝去していると認定し、韓国政府が作成する文書内ではキム・ソンエを亡き者と扱うことになったんだ。だが具体的に亡くなった年月日や死因については明らかにされず、不透明な部分が多いのが現状だ。あまりにも謎が多すぎる女性だったわね。続いて紹介するのはイエン・チリトだ。イエン・チリトは、ポルポトの政権のファーストレディと呼ばれた女性だな。ということはポルポトの奥さんってこと？いやいや、実はそうじゃないんだ。どういうことなの？イエン・チリトはポルポト政権の副首相だったイエン・サリの妻なんだよ。だから厳密にはファーストレディではないんだが、政権の指導者層の一人として顔が知られていたから、このニックネームがついたんだろう。そういうことだったのね。それでどういう女性だったのかしら？彼女はポルポトの民主監督や政権で社会問題層を務めたんだ。ちなみに彼女の姉が、ポルポトの最初の妻のキューポナリーという人だ。最初のってことは離婚しちゃったのね。ああ。キューポナリーは精神病に苦しんでいたようで、1979年にポルポトと離婚しているぞ。イエン・チリトに話を戻すと、彼女はポルポト内閣の社会問題層として政権運営に深く関わったんだ。だから、内戦後はこの政権が起こした大量逆丸に対する責任を問われることになる。確かひどい逆丸が行われたのよね。そうだな。カンボジアの国民は政権によって強制労働や処刑にかけられ、他にも飢餓などの原因によってたくさんの人が命を落としたんだ。犠牲者数は諸説あるが、当時のカンボジア総人口の4分の1に相当する、170万人が亡くなったとも言われているんだぜ。想像もつかない規模なのよね。そこから長い時間が経ったわけだが、2007年には夫と共にプノンペン南部の自宅で逮捕され、刑事責任が問われることになったんだ。イエンサリとイエンチリとは、人道に対する罪などの容疑で首都プノンペンの自宅で逮捕、裁判にかけられた。ついに裁かれる時が来たんだわ。この裁判は何年も続いたんだが、2012年にはイエン・チリトが認知症のために訴訟能力がないとして、訴追せず身柄を釈放されたんだ。そうなの？ああ、彼女の当時の健康状態は、もはや失定に耐えないという判断だったようだな。後に発表された声明によると、彼女の認知機能障害はすでに回復の見込みがなかったそうだ。高齢すぎて認知機能が弱ってしまっていたわけね。ああ、犠牲者の親族からすれば納得できそうになかっただろうけどな。ともかくその後の2015年8月22日、イエン・チリトはカンボジア西部のパイリンで83歳で没したんだぜ。なんだかやりきれない気もするわ。そう思う人は多かっただろうな。なんというか、女性であっても独裁の間の手からは逃れられないみたいね。
今回は初めて知った人もいて興味深かったわ。ちなみに今回名前が出た共産主義独裁者たちについて解説した動画もあるから、興味がある人は概要欄を見てみてくれ。わかったわ。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は独裁者と聞いたら誰を思い出す？独裁者って国を我が物のように扱う人よね。私ならキム・ジョンウンとかプーチンかしら。最近の人ばかりだな。古い人ではどうだ？そうね、ヒトラーとか毛沢東ぐらいしか思い出さないわ。その頃の人を知ってるならカダフィ大佐って聞いたことないか？ああ、なんか聞き覚えはあるわね。でもどんな人だったかいまいち覚えてないわ。そうなのか。アラブの春と言われたリビアの民主化運動で殺害された元最高指導者だった人物だぞ。2011年10月のことだったから、報道を覚えている人も多いと思うぞ。アラブの春も聞き覚えあるけど、なんでカダフィ大佐は命を落としたの？それじゃ今回はカダフィが最高指導者に上り詰め民主化運動で命を落とすまでを紹介しよう。それではゆっくりしていってね。カダフィ大佐は本名ムアンマル・アル・カッザーフィーと言うんだ。1942年生まれで、リビアの砂漠地帯に住むベドウィン族の子として生まれた。幼少の頃はムスリム系の学校で初等教育を受けたが、第一次中東戦争の影響で革命運動に魅せられるんだ。戦争の影響で革命家を目指すようになったのね。何か原因になることがあったの？まずは第一次中東戦争について説明しよう。パレスチナ戦争で覚えている人も多いかもな。この戦争はユダヤ教国家のイスラエルやシオニズムに反対するアラブ諸国との間で勃発したものだ。なぜユダヤ教やイスラエルと戦争になるのか、その歴史については概要欄を見てくれ。この戦争のどこにカダフィが革命に目覚める理由があるの？イスラエルの独立にはイギリスの支援があったんだが、これにはエジプトも絡んでいたんだ。どうして？だってエジプトは中東でしょ？エジプトはイギリスがスエズ運河の権利を得た時から実質的にイギリス領となってたんだ。だから第二次大戦中は北アフリカでの戦闘の主要な連合軍基地だったんだぜ。そうだったのね。それじゃあ連合国側のイギリスとカダフィがどう関係があるの？このイギリス統治体制に不満を持つ民族主義者たちがイギリスに屈する国王ファールーク一世を非難し、第一次中東戦争後、戦争に参戦していたガマール・アブデウル・ナーセルらが革命運動を起こすんだ。そのナーセルって誰なの？彼は改革派の役人でソ連と米国の支援を受け、軍の支持も得て立ち上がったんだ。そしてこのナセールのエジプト革命にカダフィは魅了され、西洋、特にキリスト教圏への対抗を志すんだ。そうだったの、彼がカダフィに影響を与えた人物だったのね。それでその後カダフィはどうなるの？霊夢は気づいているか？まだこの時彼は10代前半だぜ。中学生で歴史が好きな学生だったんだ。それはまた早熟ね。カダフィはその後陸軍士官学校に進むんだが、この時から革命心を働かせ出すぜ。在学中、当時王国だったリビアのサヌーシー共王家の打倒計画を立てて自由将校団を組織し始めるんだ。ある意味すごいリーダーシップを持った青年だったのね。そして1969年9月1日ついに無血クーデターを起こし、リビア政権を掌握する。国王のイドリス一世は廃位され王政は崩壊し、カダフィ率いる新政権は共和制を宣言し、国名をリビアアラブ共和国としたんだぜ。若くして国を率いるなんてすごいけど、彼が革命を目指した理由って何かあったのかしら？その理由は彼のこの言葉でわかると思うぞ。欧米は介入だけして、何ももたらさなかった。なぜリビアは壊されたのか。その理由を教えてほしい。と記者たちの前で語気を強めて発言しているんだ。西欧の植民地政策とかに腹を立ててたんでしょうね。だから愛国心が強くなったのが理由のようね。そうだったんだろうな。日本の明治維新も有国心から立ち上がった幕末志士の革命だしな。そう言われたらそうね。その後、カダフィは議長として同年革命指導評議会を国の最高政治機関とし、事実上のトップとなるぞ。そして文化革命と称し、イスラムとアラブ民族主義社会主義と融合して、独自の体制を推進するんだ。へえ、リビアは社会主義国だったのね。詳細にはイスラム社会主義だな。彼の推進した理念はジャマーヒリアと呼ばれるぜ。そして1977年に国号も、社会主義リビアアラブジャマーヒリア国と改められるんだ。変わった国名ね。この新たな体制のもと、カダフィは最初の全国人民会議を設置し、初代全国人民会議議長に就任する。しかし1979年には一切の公職を退くんだ。そして革命指導者と称し、実質上の元首で居続けるぜ。まあ、なんだかだんだん社会主義の独裁者っぽい話になってきたわね。社会主義などの独裁者に関係する動画は概要欄にも紹介してるからこちらも見てみてね。
この1970年頃のカダフィは先のナーセルが掲げる反アラブ主義の後継者として活動する。エジプトのサーダート大統領やシリアのアサド大統領らとアラブ共和国連邦構想を立てたりするんだが、この頃からすでにカダフィは、頭のてっぺんから足のつま先まで狂っている男とサーダートに呼ばれてるぜ。なんだか少し思い出してきたわ。破天荒でよく新聞を賑わせていた人だったわね。カダフィは見る側によっては悪人にも善人にも捉えられたある意味人間味ある人物だったな。そういうエピソードも交えながら、その後のカダフィの生涯を紹介していこう。例えば彼はパレスチナ解放機構 PLO の公然とした支持者で、反イスラエルテロ支援者だったんだ。そして先のサーダート大統領がイスラエルと和平した関係を悪化させたりしているぜ。ああ、だからさっきの狂った男と呼んでたのね。他にもサヘルサハラ共同体を創設して、資金援助を通じてアフリカ全土に影響力を拡大していたんだ。それにカダフィは相変わらず欧米諸国とも常に対立的で、欧米諸国での様々なテロ事件にも関与してるぜ。例えばどんな事件があるの？そうだな、中英リビア大使館員による反リビアデモを警備していた英国警官射殺事件だったり、1985年のローマ空港ウィーン空港同時テロ事件、同年の西ベルリンディスコ爆破事件などが有名だな。ディスコ爆破事件はなんとなく記憶にあるわ。あれもカダフィが関与してたのね。そんな過激な反欧米主義だったから、カダフィは米国に暗殺されそうになったりもしてるぜ。当時の米国大統領ロナルド・レーガンが指揮し、リビアの居宅を狙って空爆を行ったんだ。カダフィはその時外出していて難を逃れたが、レーガン大統領から強権と批判されるほど険悪だったんだ。確か中東の強権って言われてたわね。その呼び名のイメージがすごく強いのは確かだな。しかしこうした内政やテロ支援といった独裁政治はともかく、石油産出国として、石油の関税自主権を国際石油資本から取り戻し、国民にも一定の繁栄をもたらすなど評価もされてるぞ。対外的、特に西側の諸国には敵対心むき出しだったけど、一部の人たちには評価もされてるものね。そうなんだ。先の石油についても精油を国営化し、その豊富な利益で教育や医療なども拡充したり、重工業化も発展し、職を得た国民は豊かになり国の繁栄にも貢献したんだ。それに女性の地位向上を目指し、女子士官学校を設立して平等に教育を受けられるようにしたんだ。女性に人気で、カダフィのそばの護衛には若い女性の士官がついていたって聞いたことあるわ。その話はマスコミの間では結構有名だったんだぞ。女子高校生ぐらいの美形揃いだったそうだな。やっぱり英雄色を好むだったわけね。そんなカダフィだったが米ソ冷戦体制が崩れると態度に変化が出てきたんだ。先の米国からの制裁もあったのかもしれないが、米国の 9.11 同時多発テロ事件ではテロの首謀組織だった。アルカイダを激しく非難したり、テロ批判の風潮に乗りイスラム過激派組織と戦ったりもしたんだ。なんだかいきなり180度人格が変わったような西側寄りの姿勢ね。さらにはイラク戦争後、2003年には核放棄を宣言して査殺団を受け入れて、西側諸国は経済制裁を解除し、2006年にはリビアアメリカ間で国交正常化まで実現させているんだ。リビアが核保有国だったのも初耳だけど、経済制裁受けてたのに解除させたのもすごい手腕ね。強硬な態度も取りながら時に懐柔策も講じるなど、カダフィの外交手腕の評価は高いんだぜ。こうした紹介をする限り独裁者でありつつも、リビアにとっては最高の指導者だったように見えるよな。しかし、彼はアラブ人でもあるからだろうが、一族を国の要職につけたり国民への圧政もひどかったんだ。それは独裁者としてはありがちな話だけど、他にもエピソードはないの？そうだな、結構国民にも知れ渡っていたらしいが複数の豪邸と専用ヨットで贅沢三昧だったそうだ。また、公的資金も自由に使い込みサッカー好きの息子のために自らクラブを所有したり、イタリアの名門サッカークラブの株を国営公社に買い取らせ、自身が役員に就任してるんだ。確かそのチームってユエントス FC だったわよね。サッカーネタならまだあるぞ。イタリアセリエ A に多額の資金援助をしたり、国費でアルゼンチン代表との親善試合をさせたりもしてるんだぜ。それは公私混同というかすごい独裁者ぶりね。こんな生活を公開してて国民はよく怒らないわね。いやいやそりゃ当然不満は出るぜ。そんな反体制の者に対してはこんな処刑を行ってるんだ。当時30歳だった男性が反体制テロリストの嫌疑をかけられて、バスケットボール場で、多くの児童の眼前で見せ物裁判を行われ、コート内で公死刑にされたんだ。何それ、疑いだけで子供の前で公開処刑なんて、反逆者への見せしめってわけ？そんな一面もあったのね。だがこんな姿勢を貫いていたカダフィにも、ついに終焉を迎える時が来るんだ。ようやく本題に入るわね。それでカダフィはどうやって追い詰められていったの？まずアラブの春の始まりとなった、2010年の隣国チュニジアでのジャスミン革命がきっかけなんだ。
アラブの民主化運動だったかしら？その通りだ。この影響を受け翌2011年カダフィの退陣を求める大規模な反政府デモが発生した。このデモに対し徹底抗戦を国民に呼びかけたが、欧米の軍事介入と、欧州に援助された旧王党派の、反カダフィの蜂起も招き、ついにカダフィは自身の居住区から撤退し、首都全土を制圧されるんだ。民衆の力ってすごいわね。というかカダフィも自身が革命を起こした時を知ってたでしょうけどね。この一連の騒動をリビア内戦と言うんだが、この内戦下国連安保理が全会一致で安保理決議を採択し、国際刑事裁判所が人道に対する罪を犯した疑いで逮捕状を請求し、国際手配を行ったんだ。そこまで一気に犯罪者扱いされてたの、それも知らなかったわ。一方首都から撤退したカダフィ政権側は、事実上政権も崩壊したものの抗戦を続けるんだ。そして2011年9月カダフィ率いる評議会軍は、南部サブハ、バニワリドを制圧するんだ。それだけカダフィについてくる国民もいたのね。何せクーデターが起きた当初なんかは、女性たちが反クーデターに立ち上がったぐらいだからな。そっか、女性には人気があったのね。そんな評議会軍だったが、2011年10月、拠点だったスルトが陥落し、カダフィが亡くなったと発表されるんだ。反政府軍が評議会軍を追い詰めてカダフィを処刑したの？いや、実はこれについてはいろんな説が飛び交っていてよくわかっていないんだ。え？まだ10年ちょっと前の出来事なのにそんなミステリーってあるものなの？じゃあどうしてそんな謎になってるのか教えてやろう。評議会は NATO 軍による航空攻撃を受け、スルトから脱出した複数の護衛車両が破壊され、近郊の下水排水口に逃げ込んだところを反カダフィ派部隊に拘束されその場で処刑されたと発表した。これのどこが謎なの？これは国民評議会、NATO をはじめとした関係勢力、各国報道機関などの意見と概ね一致してるんだ。じゃあ何も謎じゃないじゃない。カダフィが亡くなった時の状況は一致してるんだが、それまでの経緯がそれぞれに異なってるんだぜ。例えばどんな風に違うの？国民評議会の見解は、カダフィを主要都市に移送する途中、旧政府軍と戦闘が発生し、その銃撃戦に巻き込まれて亡くなったと公式見解を発表しているんだ。しかし、多くの消息筋では旧政府軍との戦闘はなく、カダフィに対する死刑として民兵が射殺したと報道しているんだ。死刑として射殺された方が、カダフィが憎まれて殺された風に捉えられるものね。評議会側の報道の方が怪しいかもね。実際 SNS なんかで、カダフィ殺害直後の現場映像が流出して騒ぎになったよな。それね、私見てないのよ。どんな映像だったの？映像にはカダフィの血だらけの遺体を取り囲んで歓声を上げる民兵の集団が映ってたんだぜ。さらに遺体を半裸にして地面に投げ出し、殴る蹴る、さらに車で遺体を引っ張り回すなどの行為もあったんだ。行為の善悪は別にして、そんなことが遺体に対して行われたと聞くと、カダフィが国民に対し行っていた行為が先の公開処刑どころではなかったと察しがつくわね。確かにな。でも仮に犯罪者だったからとはいえ、彼にも基本的人権は国際法上でも認められている。だから、この事件を国際人権 NGO であるアムネスティインターナショナルからリビアの新政府は、カダフィの旧政権のような虐待の文化と決別しなければならないと勧告を受けてるんだ。日本の村八部だって、冠婚と葬儀の時は別扱いする文化があるものね。それは守ってほしいわ。カダフィの死についてはこうしたそれぞれの思惑を織り込んだ報道があったんだ。しかしその後の遺体の処置についても新政府の国民評議会とカダフィの遺族間で揉めるんだ。もう亡くなった本人としては安らかに眠らせてほしいでしょうね。だよな。一体どんなことで揉めたかというと、遺族関係者は遺体をふるさとでもあり、亡くなった場所でもあるスルトに埋葬することを求めたんだ。それは遺族の希望を叶えるべきじゃないの？どうしてこれが揉める原因になるの？国民評議会としては砂漠の中の秘密の場所にカダフィの遺体を埋葬すると発表するんだ。なぜかというと、遺体の場所がカダフィの支持者によって聖地とされることを防ぐためだというんだ。なるほど、確かにすごいカリスマの独裁者だったから、崇める人も出てきそうだもんね。こうして40数年にわたりリビアの独裁者として世界中にその名を轟かせた独裁者も最後は寂しい結末だったが、正式にカダフィが亡くなったという知らせを聞いたリビア国民は歓喜して、祝砲を打つ映像が世界中に配信されたんだ。しかし現在のリビアは武装組織リビア国民軍と新政府との間で内戦状態にあり、未だに民主化は成立しておらず、むしろカダフィ政権の頃を懐かしく思う者もいるというぜ。やっぱり国民にとっては安心して暮らせる基盤がある方がありがたいものね。カダフィの圧政も辛かったんでしょうけど、不安に暮らすよりもという気持ちもわからないではないわ。ちなみにカダフィを含む共産主義独裁者たちの末路についてまとめた動画もあるから、興味がある人は概要欄を見てみてくれ。ということで、今回の動画はこれまでだ。
よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額90円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。